こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、昨日はライブを告知をしましたが、今日は、もう一つね、動画を撮ってるんですけれども、また買いましたシリーズです。ちょっとこういうものを買ってしまいました。ふと思ってね、ちょっと後ろが寂しいなと思ったので、はい、これは何でしょう。はい、ライトです。こうやって、青ですけどね、チューブ型に光る、ライト、今すごい、この今動画ね、モニターで見てますけど、もう手が光ってる宇宙人みたいになってますけどね、ちょっと長いんですが、こうやって、なんて言うんでしょうね、チューブ型に LED ライトが入ってます。まあ皆さんこれ分かりますよね、クリスマスシーズンになると、家の外にいっぱい張り巡らされるあれです。はい。決して家を飾り付けようと思ったわけではないんですけども。いや、家の外をね、外を飾り付けようと思ったわけではないんですけども。ちょっとね、後ろのね、防音パネルのね、あの3のところに、これを通してみたら綺麗になるんじゃないかとね、ちょっと思ったので、買ってみました。青です。で、10メーターということでね、めちゃくちゃ長くてね、見てください。こんなに光ってます。はい。まだまだあります。ちょっと長すぎたかなと思うんですけど。どうやらこれ切れるらしいので、チョキンと切って、いけるみたいです。で、コンセントのところのね、線を買えば、その切った残りの方もね、また線刺して、光るようになるようなので、はい、ちょっと次の、天皇幻想会ミニまでにはちょっとこれで、後ろを賑やかにして、ライブの時、まあ、ミニライブの時ね、ちょっと賑やかに、したいなと思います。ということで、今日は、これチューブライトって言うとかな、 LED の、チューブライトブルーを買いました。本当は赤と2色買おうかと思ったんですけどね、さすがにちょっと光りすぎかなと思ったんで、とりあえず青だけ、また今度つけてみます。はい、それでは今日この辺で、バイバイ。